ケーキが来ましたけどね。あれって何やかんやりますあれ。でセブンイレブンがあるし、奥にね温泉あるんですけど、そう温泉がね今ね確かまだあの長期休業中、大改装を雇ってなんか長期休業になってたはずなんで、まだねオープンしなかったはずなんですよね。本当はオープンしたら行きたいですね。なんかお風呂カフェになるっていうあれなんで、あの湯守座みたいな感じになるのかな、一般にあるあの系列が増えてますね。そちん、あれだかな、なんかね、そう、あの大体ね、スタンプ押そうと思ったんですけど、なんか荷物がずっとお客さんの荷物が置いてあるもんでね、ちょっと荷物が引くまで押せねえなという感じなんですけど、そう、こっからなんだよな、問題は。一応伊勢八幡に行くね、ルーツとかはあるんですけど、これね、全部ね、土日運休運行しないんだよな。そっちにあるか。駅前にね、バス停もあってね、こんな感じでバスもいろいろ走ってるってなってるんですけど、全部ね、土日祝は運行しないんだよな。無料なんでね、これがあったらね、あの、いい感じで行けるんですけどね。さあ、どうしようかな。そはだね。ちなみに本当に揚げ切り駅前何かしらありますからね。こっから市役所って歩いたらどれぐらいだ、ちょっとあるっけ。市役所に行ったらまたあの美味しいあのソフトクリーム屋さんとかがあるんやけど、ちなみに一応浦和だってほどの浦和でもないですけど、ここにね、三重交通ってあります。実はこの三重交通も、あそこまで行けるんですよ。小穴駅前まで出てるんで、なんだソハラまでも行けるんでね。もしあっちにね、乗ってあれするんだ、あれだったら、こっちへ行くって言ってか。あるんですけど、問題はこっちは、絶望的に便が少ない。そして、実はこれが着いた直後なんですよね。今ね、ちょうど15時ジャスト。なので、あと50分あるんですよね。ならもう次の、普通に北西線乗って総原行った方がいいと。なんだ、古い切符を使いますからね。これ、ここって東京行きの乗車券？東京行きって、でも桑名まで行かないと走ってないよね。昔は確かね、ここから出てたんですよね。うん。昔はちょっとね、あの利用者さんいたんだろうなってのが、わかるあれになってますけど、もう今はもう、桑名駅前までの1便のみ。残りの深根とは、コミュニティバスになったんですけど、コミュニティバスは土日祝走ってないという。結果的に何が起こるかというと、みんな、車でね、マイカーで、こんな対話、観光とかしちゃうっていうね。あれになっちゃいますからね。温泉まだオープンしてないよな。オープンしてたら入っててもいいんだけどね。あ、本当だ、なんか湯守座みたいになってるわ。なんなら初めて来とった頃なんて、この辺りも全部北西スーパーでしょ。あ、でもなんか奥のところも結構いろいろ店変わってるね。あ、綺麗になってるわ。綺麗にはなってるけど、まだオープンしてねえな。うん。なんだこのスペース。なんか変なスペースできてる。あれか、コンテナ宿泊施設みたいな感じかな。へー。で、これはチャリンコがあって、1回利用330円。へー。これは
拠点ごとに乗り捨てとかできる。あ、いや、ダメだ。ヘルメットの貸し出しとかがある場合、使って、あ、ひなチャリあるね。そうですよね。移動手段、公共のね、移動手段が限られるとなると。ああ、こんな感じで。駅前でチャリンコで回れるところとか書いてありますね。だからこれでチャリンコで藤原方面に乗り捨てとかはできない感じですね。一回またこっちに戻ってきてねっていう形なんですね。はあ、でも本当綺麗になってんな。あの辺りの施設がどういう形になるのか、多分そうでしょうね。なんか泊まれる施設になるのか、それともなんか飲食店が入るのかな。飲食店が入る感じじゃないですよね。なんかコテージタイプの会員宿泊施設みたいな感じになるのかな。あら、ほどねえじゃん。なんか入れねえ。中にあった売店とかの感じがどうなるんでしょうね。もともとは売店あって、結構持参のそばが売ったりだったとか、いろいろと売ってたんですけどね。あと飲食スペースももともと広かったし、なんでそこのところがね、お風呂カフェ系列だったら多分相当また飲食系も強化されるんでしょうけど、ちょっと値段がね、前はね結構ねリーズナブルにいろいろできたんでね、そのあたりがどうなるのかということですね。ところですけどね、そうか、そこから行かないといけないから結局戻ってた方がいいのか、まあいいかなってなりますけど、ここはまあいい行ってもいろいろあるにはありますからね。そう考えるとね、ここに北西スーパーがあったときはね、パッと降りてというか、まあ、車で来ることがほとんどでしたけど、パッとここを止めて、もうここの今新しく住宅がバッと建ってるところがね、昔スーパーがあったんですよね。ボーリング場とスーパーと、謎のセリアが入ってる結構広い施設だったんですけどね。こっちのこの辺りにありましたよね。そこはね、弁当250円だったんですよね。奥にも本店があって、この商店街の奥のところに北西スーパーの本店があってね、そこも行ったことありますけど、写真残ってたら貼る、あるかな北西スーパーの写真。あ、でもなんかもうなんか閉店間際だなぐらいの時に、その閉店発表は出てなかったんですけど、そろそろかなっていう時に一応記念に撮っといた気がするんでね、あったら早速本店これで、駅前にあったのがこれ、あったら貼っとくわ。よいしょ。まあでもね、今もね、まあ、正直西富士アライと比べたら何してセブンイレブンがありますからね。あ、ちなみに片道50分って言ってましたけどね、西富士アライから一番近いコンビニ、訂正しておきます。片道35分でした。ファミマがあるね、富士原のファミマがあるわ、そうだ、なんでそっちの方が近いんで大丈夫、片道35分往復70分でね、コンビニ使えますよと、絶望だ。